ここで UWF インターナショナルよりお知らせがございます。来る9月5日後楽園ホールにおきまして UWF インターナショナルスタンディングバント部門所属大江誠選手の世界タイトル初挑戦が決定いたしました。ISKA ヨーロッパジュニアウェルター級チャンピオンルシアン・デロイ選手と世界王座をかけて対戦いたします。 ISKA 世界ジュニアウェルター級タイトルマッチ王座決定戦は9月5日日曜日後楽園ホールにて行われますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。これよりダブルメインイベント第1試合を行います。青コーナーよりダン・スバーン選手の入場です。This opportunity to combat both these opponents. Had a chance to face them on an individual basis, and I think with Gary and I combined, I think they're going to have their hands. Well, I think tonight, you know, I've been in the ring with both of them, so has Dan, so we're not any strangers to fighting these two guys. Temura, I think, is going to have his hands full with the two big American wrestlers. Temura is probably the purest wrestler of all the UWF fighters. And he's going to have his hands full, especially with our size, our experience, and our better technique. And I think our only threat is going to be Takata with his vicious kicks and hard punches and his great wrestling technique. But Dan and I have both been in the ring with Takata. We've taken a lot of hard blows from Takata. But I think with us two guys, with our size and our strength, we can wear Takata down. And I see maybe Dan and I hopefully capitalizing on the greater strength and size. いや、作戦はもう、はい、そういうのは小太鼓とか聞かない人ですから、まあ、体が大きいんで、大きい人には手首、足首が弱いと思うんで、そういう細かい部分を、目立っていきたいと思います。今年4月ですか、当たったダンスバーン選手の手首。あれも同じく、まあ、体がリバウンドで、手首、足首で。まあ、ナスマ選手は逆に今、関節が主流になってくると思うんですけど。そうですね。まあ、ゲイリーと違って、スープレックスとか、そういう部分ではあんまり怖くない選手ですから、まあ、ダンスマン選手をどっちかって言ったら、まあ個人的には狙っていきたいと思います。続いて赤コーナーより
高田信彦選手の入場です。今日ダブルバージョンで池江ブラッシュ久しぶりの対戦になる。はい、でも毎回、同じ気持ちで一生懸命やる、負けないように、一生懸命やります。今日のコンディションはどうですか？まあぼちぼちですね。まあ、絶好調とは言えないけども、まあ、悪くはないです、はい、でも前回の腰とか強いな。それは秘密です。はい、ダブルメインイベント第1試合ダブルバトル60分一本勝負を行います。青コーナー275パウンドダン・スバーン、350パウンドゲリー・オブライト、赤コーナー205パウンド田村清志、プロレスリング世界ヘビー級チャンピオン230パウンド高田信彦、you
ゴーフテーカー、ゴーフテーカー、ファイブリーズ、ファイブリーズファイブ。
Yes! 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 Y
ラウンド。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ございます。
とりあえず。あ、ええ。ありがとうございます。